キャスティング TV をご覧の皆様、こんにちは。キャスティングスタッフの、曽山です。今回ご紹介する商品はこちら、2022年春の新製品となっております、ただいま話題のチューニングゲームの紹介です。こちらダイワのシルバーウルフシリーズが、リニューアルいたしまして、こちらの、シルバーウルフ SVTW1000XH P スペシャルが発売となりました。SV ブーストスプール搭載で、さらに P ライン専用設計となっておりまして、P ラインの 0.6 号や、0.8 号が非常に扱いやすくなっております。キャストした時にですね、後半の、飛距離がさらに伸びて、バックラッシュがしにくい、仕様となっております。特にですね、チューニングゲームで使われるような、4g から、14g のウェイトが非常に使いやすくなっております。また、例えば非常に、人気となっておりますこのチューニングゲームですが、東京湾では、ボートチューニング、またおかっぱりからのチューニングゲームも非常に人気となっております。こちらのですね、シルバーウルフシリーズ、さらに、アイテム増えまして、こちらの専用のワームやオフセットフックも、同時発売となっております。こちらのオフセットフック、ワームでの、ボトムのズル引き、またストップ&コーが非常におすすめとなっております。また、専用のシルバーウルフのルアーケースも発売されておりまして、中にスポンジも入っておりますので、ルアーとシンカーとの収納が非常にしやすくなっております。また、こちらのリールに合わせまして、こちらも新たに新発売となりましたシルバーウルフ MX、こちらのロットもですね、非常に、チューニングゲームで使いやすい、ロットになっております。非常に感度も良くてですね、ボトムの、泥の地質、また、砂の地質など非常に感度よく、捉えることができます。今回ご紹介しましたこちらのシルバーウルフ、SVTW、またこちらのロット、また、ルアーやフック、ケースなどの、キャスティングオンラインショップ、また、店頭でも取り扱いをスタートとなっております。ぜひ皆様、話題のこのチューニングゲーム、皆様楽しんでみてください。本日はご視聴ありがとうございました。